はい、どうも、コージローゲームズです。今日もね、ロマサガリユニバースやっていきましょう。はい、今回はですね、昨日から始まりました、毎月開催、武器成績の洞窟のお話と、今開催しているスペシャルピックアップガチャでね、昨日 SS のギュスターブをね、取れましたので、そのお話もしていきたいと思います。はい、まずはね、武器成績の洞窟の方からなんですけど、鶴橋一千個でね、成績発掘と、かけら発掘をね、2回やったんですけれども、かけらの方がね、私昨日10万っていうのが1回、かけら取りまして、これ結構役に立って、成績の方もちょっとね、ランクアップ、することができたので、今回ね、鶴橋がまた1000個溜まりましたので、ちょっとね、かけらが足りないんで、かけらの方行きたいと思います。10万出てくれないと、昨日の、昨日はね、11万1750ぐらいだったんでね、10万が出てくれないと、やはりちょっと欠片の量少ないんで、ここはね、10万以上欲しい。30万ぐらい一気に欲しいかな。さあ、どうでしょうか、今回は。出ないー、そういうもんですね。はい。10万はなかったですね。一番大きいところで1万5千ですね。そうね、3万4千。3万、4万、4万ぐらいかな、行って。うん。まるで計算しましょう。じゃあまたね、1000個溜まったらやりたいと思います。今、交換所の方で、鶴橋が、これ2回目ですね。1回、全部交換して、これが2周目になるのかな。うん。綺麗な石が倍の120ですね。60だったので、これね、10個だから1200個いいのか。じゃあ1200個溜まるまでまたホリホリしましょうか。はい、それでギュスターブなんですけれども、はい、新しい技このダブルクラッシュなんですけれども、使ってて確かにいい技だと思います。演出もかっこいいし迫力もあるしダメージもまあそこそこ出てるんで威力 A なんですけど、まあこのギュスターブが腕力がね、ありますし、まあ、威力 A なんですけど、まあダメージね、ありますので2回攻撃ですので、まあ合計すると1万以上は今のところ私でも出せる感じになっておりますので、これをね、育てていくと結構いいダメージ出ると思うんで、もうちょっとね、育成頑張りたいと思いますが、このダブルクラッシュの、まあ説明なんですけど、まあランダムでね、2回攻撃、それはわかるんですよ。うん。で、反撃を受けると中断するっていうとこなんですけど、今ね、反撃っていうかカウンターを食らったことがないので、中断してないんですよね、見てる感じ。で、8か9か7かどっかそこら辺で、なんか人狼みたいなやつが出てきて、そいつがね、攻撃するとカウンターを入れてきてたんだけど、実際カウンターを食らってないんですよ、ギュスターブが。だからちょっとね、今それを言ってみたいっていうのもありますし、あと、この、カッコ内ね、攻撃時、アビリティは初撃のみ発動。ここなんですけど、吸収攻撃とテンションアップ4と闘志満々なんですけど、2撃目ね、2回目の攻撃の方がダメージ出てる時あるんですよ。何のアビリティが発動していないのかっていうのがちょっとよくわからないんですよ。で、おそらく、このダブルクラッシュを使った時にですね、吸収攻撃で1回目の攻撃時に HP 吸収してるのは確認して、2回目、で、HP の吸収はしなかったので、おそらくここぐらいしか、その、アビリティが発動しない条件が当てはまらないのかなと。あとは、まあ、闘志満々。こちらは、器用さがね、ターン開始時に器用さが上昇大なんですけど、これも、2撃目がダメージ出てることを考えると、そんなに反映してないのかなと。だからちょっとこれがわからないんで、もう少しね、詳しくしっかり見とかないと、どの部分に当てはめていいのかなと。吸収攻撃に関しては2回してないので、これはまあ、当てはまってるのかなとは思うんですけど、でからあと2回目の攻撃がまあ、キャンセルされたこともないし、2回目の攻撃はミスしたことはありますね。それはある。1撃目、2撃目、両方ともミスしてたこともある。まあ、これは体験使いね、器用さに関してるとこなので、器用さ補正値、器用さを上げるか、武器に、まあ、器用さ補正つけるかってとこなんですけれども。まあ、でも今回のこのギュスターブね、使ってみて意外といいなと思って、ちょっと今、育成ね、急いでるんですけど、まあ、ゴールドピースが常に足りない私なので、今ね、まだスタイルレベル39ですね。うん。39なので、もうちょっとね、ゴールドピース、ちょっと今、ギュスターブの方に振ってあげてもいいかなとは思っております。
まず、新技ダブルクラッシュは、最大覚醒して BP10 にして、まあ、開幕オートでも出せるようにしております。BP10 です。それからブルクラッシュを継承で持たせて BP6、2段階最大覚醒して BP6 で、兵力の低コストで、まあ、連発で撃てるような、BP 編成にしております。はい。じゃあね、一回ね、どこだったかな？行ってみましょう、バトル。ここは全力オートで行こう。で2ターン目で、ギュスターブちょっと BP 貯めて、最後人狼の時にダブルクラッシュ打てるようにちょっと調整しましょう。ダブルクラッシュ、逃げ決めは少しダメージ量が下がった。ここオートで行きましょうか。いけるかな？いけるか。あ、でも今回のこの成績掘りの、クエストか、そんなに難しくないから、まあやりやすいですね。結構面白い、ほんで。で、成績自体もね、ドロップするじゃないですか。結構それがいいね。通常攻撃にして、ダブルクラッシュまだダメか。通常。次のターンでカウンターしてく、次のターンはカウンターしてこないかな？どうだろう。通常、ここでダブルクラッシュ一回入れてみましょうか。ダブルクラッシュ、通常、再成功、ちょっと起こそうする。あ、カウンター来るね。カウンター来るんで、ここでダブルクラッシュ、見てください。ドーン。カウンター入った。キャンセルですね。やっぱり逃げ決めキャンセル。中断したまま終わりました。やっぱりキャンセルでしたね。なるほど。逃げ決めはキャンセルでした。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。じゃあ一撃しか入れられないね。まあでもカウンターしてくる敵ってまあごく稀だと思うんでね。まあそんなにまあ逃げ決めが入らないことばかりになる状態にはならないと。なるほどね。はい。参考にしてください。正当ギュスターブ行きましょうか。こちらもう終わられましたかね。ここは S プラスのアクセサリーがキットンマフラープラスなので、スタン耐性がプラス26なので、まあ、取れたらね、ありがたいですね。こういうアクセサリーつけておくと戦闘力上がりますので、ぜひね、戦闘力上げたい方はこういうプラスのアクセサリーとかもね、つけておくと、ちょっと戦闘力上がりますので、はい。じゃあグリフォンはね、ザーンがウィークで入りますので、ギュスターブ、ちょっとね、行きましょう。このなんかスライムか。新しいスライムね。これ結構倒れないんだよな。意外と。まあ、通常攻撃では時間かかるな、やっぱり。じゃあ、アセルスだけ動かそうか。ミラージュステップ。そうですね。まあ、ギュスターブ置いとこうか。置いといて。波打ち。通常、チョコボ。なんかこれスライムっぽくないね。なんかね、ゼリーみたいな、おまんじゅうみたいな、ダートホッパー。こいつなんかしてきてたな、確か。なんか嫌な攻撃をしてきてたような、気がしないでもない。通常攻撃波打ち、まあそうね、通常チョコボ。弱いな。さあグリフォンなんですけど、ザンが効くので熱にも弱いのかな、確か。熱もウィークだったっけ？熱ね。じゃあ、ライジングノーバー。ダブルクラッシュ。ジョルトカウンター効かないな。サブミー、千手観音。サブミ。
崩れ銀貨、チョコレートボール、崩れ銀貨が確定しない、ランクアップしない、サブミッション4900、レジスト、ライジングノーバーはどれぐらい入る？14000。さあダブルクラッシュ8208、8261。逃げ決めの方がやっぱちょっとだけダメージ出てるんで、ねえ、衝撃のみアビリティ発動っていうのが HP 吸収ぐらいしか見当たらないんだよな。ミラージュステップ、ダブルクラッシュ、じゃあもう一回ダブルクラッシュ入るんで、通常ダブルクラッシュ、通常もう一回見てみましょう。腕力上がりました。ギュスターブアビリティ投資満々ですね。ダブルクラッシュ8933。あ、一撃で落ちたか。なるほどね。まあでも8000台が2回、まあここね、ウィークで入ってるんだけど、8000台が2回なんで、威力か、ダブルクラッシュ。一応私でも1万6000のダメージが出せるということですので、結構出るよね。まあウィークで入ればですけど、まあ、ここそんなに強くない敵だからね、まあ本当に強い敵だったらそのダメージもこんなにね跳ねないとは思うんですが、うん、なかなかいいかもしれないね、今回の SS ギュスターブ。あのダブルクラッシュの技結構ね、なんかあれですよ、2回攻撃するのが結構迫力あるね、勢いがあるっていうか、うん、まあイラストね、タッチもかっこいいし、割と育てたいかな。ウルピナを育ててたんだけど、ウルピナのちょっと枠を奪ってしまいそうな気がしないこともない。はい、であとね、成績のお話をちょっと最後にしたいんですけれども、はい、今回のねこの成績ホリホリクエストでいくらか成績をね、ゲットしたんですけれども、この中でこれいいなっていうのが一つあるんですけど、それを紹介したいんですけど、こちらなんですけど、弱点プラスっていう成績、今ランク9までちょっとね頑張って上げてみたんだけど、こちらですね、常時ウィーク攻撃ダメージが 13.5% 上昇するっていうね成績なんですけど、今ランク9なので 13.5% です。はい、で、ちょっとねつけて使ってるんですけど、この弱点プラスと普通の、武器成績かな、武器につけるとまあ攻撃ダメージが上がるっていう成績、どっちがいいのかっていうのをねちょっと付け替えながら見てる感じ、この弱点プラスの成績の方がダメージ出てる気がするんですよね。この弱点プラスっていう成績はいいんじゃないのかなと思うんで、ぜひねもし持っておられる方とこちら強化するのはいいんじゃないのかと思います。うん、ウィーク攻撃の時に、まあ、ダメージが入った時に、さらにダメージ量が上昇するので、これ結構いいんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、武器種問わず付けられるのでね。うん。これ結構いいなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。この後ね、また、武器成績の洞窟ホリホリやってね、一生懸命成績とかけら集めたいと思います。もう少しね、ギュスターブのことを、詳しく紹介できるようにね、育成頑張りたいと思います。はい。それでは以上にします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それからね、メンバーシップの方、メンバーになっていただきますと、少しではありますが、特典なんかも用意しておりますので、ご支援いただけると動画制作にも力が入りますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。